おはようございます。速稼塾の久保です。暗号通貨ニュースをお届けします。まあ、日本初筑波大が BTC でクラウドファウンディングを実施ということです。あの筑波大学がですね、ついにビットコインクラウドファウンディングをやってしまいましたということで、ビットコインの利用頻度がどんどん上がってくるのが、この国の現状かなと思います。筑波大の落合准教授が、この方もよく出てきますね。落合准教授、2月21日からビットコインによるクラウドファウンディングを実施しました。目的は今不足している教育設備費用に当てていくということです。国立大では初となるビットコイン寄付は、日本が教育にお金を出さなくなった今、世界に合わせてようやく注目されるようになってきました。確定申告により寄付金控除を受けることができるようだということですね。22日早朝の時点ですでに48名から集まっているプロジェクトだということです。ビットコインについてはいろいろとね、値段が上がったり下がったりとかあるんじゃないかなと不安もありますけども、このように不安のある中で、一般大学がですね、使うようになってきたビットコインというものに、皆さんどういうふうにお感じになるでしょうかということですよね。では本日もビットコインニュース、そして暗号通貨ニュース聞いていただきましてありがとうございました。